何とも言えない気まずさが今回あるんですよ。もうこれこそまさに高畑勲が得意としていた、なんで登場人物たちはこんなに気まずい関係になっちゃうのかっていうのをロボットアニメの中でやったやつなんですけども、ここら辺ね、くどくやりすぎるとゼータガンダムとかダブルゼータの頃のこういうのをセリフにして分かり合えるのだとか、女とはそういうものとかっていう風に言っちゃうんですけども、ガンダムの頃ってロボットアニメの流れを邪魔しないように分かる人にだけ入れてる演出っていうのをやってる。よりゼータガンダムとかダブルゼータっていうのは富野さんの直接の師匠であった長浜演出に近い。長浜演出っていうのは登場人物が全部自分の思ってることを言うんですね。バンババン、お前は何を考えてるのだ、へっへっへ、川上のおっちゃんよ、俺の考えてることがわかるかっていう、全部言うんですよ。もう舞台劇なんですよね。高畑勲から上品だけど分かりにくい演出、長浜忠夫から分かりやすいんだけども助言員の演出程度の訓導を受けて、それのブレンド具合によってガンダムになったりゼータになったりダブルゼータになったりするんですけども。